そして、すぐにスマホを取り出す私たち。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、ってことで、住人たちに結構話してきたけど、どういう感じになったんやろ。挨拶何も埋まってなくない？どういうこと？どういうこと？埋まってないやん。どういうことなん？ちょっと私にはよくわからないわ。ってことでちょっと、あれだよ、レシピを試そうと。あ、ねえ、なんか、見た？見た？てかこれ上向けんくね？あ、上向けんやん。見てこれ。この影、影。パチンコがいる、パチンコが。ほら、プレゼント飛び寄る。どっからわかる？見えんし。ほら、あそこに。あそこに。あそこに。上向けんけど。どういうこと？どうやったら上が向けるの？わからない。とりあえず台使わせてもらいます。要は、簡易作業台みたいなのも作らんといかんってことか、ここで。それは DIY するための作業台なんだもん。今無料の体験会 DIY ワークショップを開催中なんだもん。参加してくれた方には体験で作った道具と簡単な DIY レシピをプレゼント中だもん。レシピは住民からもらうの？なんか自分で開発することもできるんかな。 DIY は絶対にこの島での暮らしに役立つから、アイナさんもよかったら体験していかない？やってみます。うんうん、そうこなくっちゃ。じゃあちょうど時間もあるし、今から早速始めるだろも。楽しそう。まずは DIY の手順をざっくり説明しておくだろも。と言っても、手順はとっても簡単。作りたいもののレシピと材料を揃えれば、あとは作るだけ。ただし、ソロ台みたいに道具が揃っている専用の作業台を使うこと。今回は実際にその作業台を使って、釣り竿作りを体験してもらうだろも。なるほど、もう作るもの決められるんやね。それじゃあ先に材料を集めてきてもらおうかな。今回作る釣り竿に必要な材料は木の枝たったの5本だなも。その代わりちょっとしょぼいけど。どうやったらパワーアップできるんやろ。なんかちょっと狸たちの顔の疾患とかすごくない？材料が用意できたら僕に声をかけてちょうだいね。私木材5本ぐらい持ってるよ、はい。あ、アイナさん。もしかして材料の準備ができたのかな？じゃあ、いよいよ釣り竿を作ってみるだろ。作業台で作りたいものを決めて、作るだけだからとにかくやってみて。なるほど、ややこしい作業はないと。しょぼい釣り竿が作れる。はい。作りまーす。しょぼい釣り竿ができた。うんうん、完璧だなも。こんな感じで、レシピと材料と作業台さえあれば、簡単にもの作りができるだろも。ということで、以上で DIY ワークショップは終了です。最後に参加してもらったお土産として、手頃な材料で作れる簡単な DIY レシピをプレゼントするだろうも。あ、釣り竿とは別にってこと？アイナさんのスマホに転送するから、ちょっと出してくれる？ほう。なんか模様があるね、スマホ。おう。手元のコントローラーが震えた。DIY レシピ、なんか増えたよ、アプリが。オッケーなんだもん。アイナさんのスマホにレシピのアプリごと送っておいたらだもん。ふんふん。それから今回作ったしょぼい釣り竿も記念に持って帰ってくれていいからね。まあ私が作りましたからね。ちょっと壊れやすいけれど、釣りを楽しむには十分だらもん。壊れるの？この島の海や川でも魚の影を見かけてからきっと何か釣れるはずなんだもん。僕もこの島にどんな生物がいるのか全然わかってないから、何か釣れたらぜひ見せてほしいだらもん。ということで、釣ってこようか、私。さあ、早速。やっぱり近くを走ったら逃げていったりとかするんかな。あ、スコップとかも欲しいね。あれは化石が出てくるのか？てか、博物館とかはどこにできるんやろ。あるんかな？水族館があるぐらいやけん、ね、あるか。何これ？サンド、貝のやつね。なんかと思った。しょぼい釣り竿を手に持つ。飾ることもできるの？さあ、来いよ。釣りは、飛び盛りと同じ仕様？じゃ、ポケ盛りみたいにさ、釣りやすくしていただきたいんだけど、ポケ盛りめっちゃやりやすいけんね、釣り。まあ、でもやりにくいって言った人もおるけん、人それぞれなんかな。ん？これは、
土壌を釣り上げた。あら、エッサーさん。土壌だ、土壌だ。やったね。他は？もういないっすか？よし。でも結構、そこまで簡単に逃げてはいかん感じかな。早く来て、反対方向を向かれた。めっちゃ反対方向を向かれた。さあ来い、これは逃げてるのか？さあ来い。遠いんよね、ちょっと。あ、発見。来たー。来い。食いつけ。おっしゃー。お、これは？ん？これは？どんこが釣れた。ちっちゃいけれど顔はいかつい。やっぱこの先の海はまた違うんかな。もうびっくりした。またまたびっくりした。おらんやん、なんも。ちょ、待って、こっち側は？こっち側の海。あ、おった、おった、おった、なんか。待って。はい。さあ、来いよ。あ、間違えた。タイミングを間違えた。いない。いないよ。びっくりした。なんかキラキラしよると思ったけど、水面か、ただの。でもなんか完璧にさ、水繋がっとるようにしか見えんけど。でもやっぱりおる魚は違うんやろうね。こっちの魚を、おらんくね？消えた。あ、ここか。来い。この辺なんかちょっと浅瀬じゃない？待って、もうちょい向こう。さあ来い。速攻で反応したね。あ、任せても土壌や。二匹目の土壌だ。二匹目はそういう反応になるのか、なるほど。さあ、ってことで、釣れたし、店に行きますかね。ててーん。この辺のを売って、ベルに。なんか本読みよる。釣ってきた。アイナさん、どうもどうも。何か僕に相談だらも？何でも気軽に聞いてちょうだい。生き物見つけたよ。ちゃんと報告できる。お、どんな生き物が見つかったのかな？よかったら見せてほしいだらも。じゃあこれ、土壌。はい。あ、ちゃんと袋に入れとる。おー、これは特徴からすると土壌かな？あれ？ねえ、つぶきちなんか本読みよんじゃなくてオレンジジュース飲みよんやけど。変わっとる。変わるんや、すげえ。土壌がいる環境だったら、この島には他にも結構な種類の生き物がいるのかも。何、結構白色なの、タヌキチ。そうだ、アイナさん。この土壌だけど、もしよければ預からせてもらっていいだなも。古くからの知り合いに博物館長がいるから、その人に送って詳しく見てもらいたいだなも。あ、まさかのそういう感じ？じゃあもしかして、ある程度、こう種類が集まってきたら、やってくる？ふ、ふーたくん。オッケー。ありがったのも。じゃあこの土壌は責任を持ってお預かりするだなも。魚政さんの手に渡るわけではないよね。あ、そうだ。協力のお礼と言っちゃなんだけど、いいアプリを紹介するだなも。え、なに？また増えるの、アプリ。なになになに？おー、来た。あ、図鑑？生き物図鑑。生き物図鑑っていうアプリを転送しといただなも。最初からつけといてくれます？捕まえた虫や魚の記録をチェックできる優れものなんだもん。ふんふん。また別のお礼も考えておくから、新種の生物を発見したら、ぜひ持ってきてちょうだいね。じゃあちょっと、こっちもこっちも、もう一匹いるから、生き物を見つけたよ。お、他にも生き物を捕まえてきてくれてただの？じゃんじゃん見せてほしいだなもん。ってことで、はい、どんこ。どうぞ。おお、これは特徴からするとどんこかな？アイナさん、これも例の博物館長に調べてもらうために送らせてもらってもいいだなも。オッケー。ありがったなも。じゃあこのどんこは責任を持ってお預かりするだなも。それはそうと、アイナさん。その後自分でも DIY で何か作ってみたらだも。いやー、まだ特には。今一生懸命生き物を集めてきたところ。あらら、そうなのね。
あまりアイラさんの興味をするレシピがないだろも。とにかくそういうことなら、もっといろんなタイプのものづくりを楽しめる DIY レシピを教えてあげるだろも。あ、まさかのレシピも、あ、じゃあ新種の生物を渡してあげるたびに何かしらのお礼があるってことかな。そして、すぐにスマホを取り出す私たち。木から木材を切り出すのに必要な斧と木材を使って作れるもののレシピなんだもん。木材があれば DIY の幅が一気に広がるから、自給自足の暮らしもはかどると思うよ。それじゃ、調査用の生き物をまだまだ募集してるから、引き続きご協力よろしくだもん。多分、新種の生物何匹以上とかそういう条件で風太くんが来るんじゃないかなと私は思う。そっかそっか、そういう感じなのか。なんかフクロウ止まっとるよ、お知らせ。島の掲示板。この掲示板では皆さんへのお知らせや暮らしに役立つ情報をお知らせしていくだろも。それと、島の皆さんはもちろん、島に遊びに来た皆さんも自由に書き込みして、コミュニケーションや記念に活用してちょうだいね、たぬきち。通信できた人も書き込みができるの、ああいうの。飛び盛りからそうやったんかな。ちょっといまいちその辺のことよくわからんけど。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、どんどん新種の生物を確保して、そのうちね、博物館長にやってきてもらわんと。